24日大相撲春場所千秋楽、エディオンアリーナ大阪。青森出身の孫富士の振る舞いは、津軽弁の、ジョッパリがよく似合う。一般的な頑固やいじっぱりだけでなく、周囲に流されない心のある人という意味もある。取り組み後の支度部屋、15日間の肉体の激突のため、サプリやプロテインと念入りに摂取する関取臭がほとんどだが、孫富士は違う。 水分補給を済ますとすぐに腰を下ろし、囲み資材の質問を待つ。体づくりは食べてですね。人間くらいじゃないですか。サプリを取る生き物は。面倒臭いことは好きじゃないんで、美味しいものを食べておけば、充実するんじゃないですか。考えすぎても良くない。原点に浮かぶのは、孫富士の好物、馬肉だ。ふるさと、五所川原市は、 林業作業用や競争用の馬産地だった歴史から名産地に、馬刺しや桜鍋がごちそうになっている。場所中も、がっちりした肉体を誇示して、地元に帰ったら食べます。見ての通り、と、高タンパク低カロリーを PR していた。中学時代、冬場は染み込んだ汗が凍った回しをなじませるためのスクワットとしこが、いい稽古になった。青森の馬が寒さに耐え、 肉質を良くなるのもなんだか似ている食のこだわりと稽古の掛け算で孫富士はまだまだ強くなる